はい、こんにちは、ビッグボーイです。じゃあ予告してた通り、3月7日ファイナルファンタジー15の完全版と、あと Windows エディションの他に、すでに FF15 持ってる人は別途購入が必要なロイヤルパックを買ってみたんで、追加要素に触れてみたいと思います。始め方がわかんないけど、とりあえず最新のデータでやってみるか。まあさらっと見た感じ、オートの拡張、クルーザーの自由運転くらいしか記憶してないけど。おい、来た。ほう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 、クルーザー、オート、そうだ、この格好で終わってたわ。ちょっと これじゃいかんな。あ、そうだ、アーカイブも増えるんだっけ。まずちょっと格好戻そうか。うん、とりあえず王の衣装決めとこう。タイムドクエストは見たってしゃあないし、ギャラリーのアーカイブ、こういうのは、うん、旅をして見つけないといけないのね。終わっちゃってんだけどな、旅。オート行ってみればいいか、じゃあ。そうするか。オートってどうやって行くんだったっけ？アンブラ呼べばいいんだっけ？あ、そうだ、現在に戻るっていう選択肢か。ほい、来た。ほう、何ですと。チャプターセレクトしないといけないか。適用はされてはいるんだね。 BGM が変わってる。ちょっとこれはね、チャプターセレクトから始めた方が良さそうだ。つうわけでメニューに戻ろう。おい、じゃあチャプターセレクトで14、御影島からノクトが覚醒したっていうとこだったよな。覚醒っていうか目覚めただけだけど、引き継いで。じゃあ結構序盤の方からイベントが増えてんのかも。あれからどのくらい時間が。そうだ、王の衣装着せちゃったから、仲間と再会する前から来てる。誰もいない。まず船運転してるシーンはなかったよな。いや、あったかもしんない、ちょっと覚えてない。もうこんなところにある7レベル、これはもう余裕のよっちゃんだわ。待って、あ、ちょっとブーストそうだなんて、ちょっとチーターアイテム持ってる。そうだよね、最初はもうこの時点でコルトも会わなかったし、シドニーとかとも会わなかったし、シドニーも会わなかったし、誰とも会わなかったよな。はい、オッケー。あー、ナーが、あ、ファントムソード、シーファントムソードっていうのはまだ使えないね。そうだ、この闇に包まれたこの世界、出現モンスターやたら強いんだったな。でもこんなにモンスターいたっけ。
っていうかこれよく見たら服だけ落ちてる。服だけ落ちてる。みんなすでに格好決まってるっていうね。さてこれといってなんか変化があるようには見えなかったけど、こっから先かいろいろ追加とかあるのは。戻ってきちまったか。うん、ようやくね。待ち望んでいたんだがな。ほんと最後まで付き合ってくれ。ああ、もちろん。当たり前だ。全部終わりにしよう。早速追加シーンになった。オート城へ向かう。拡張のほどはどのくらいかな。旧帝国兵、あ、旧帝国兵は最初からこの辺にいたはず。あれでもこんな広場あったっけな。4人で戦うってのは懐かしいな。いろいろ思い出すな。今の俺らなら何にでも勝てんじゃない。会話も増えてる。こんな広場なかったよな。ここ通路だったはずだもんな。この辺りに王の剣がいるはずなんだな。王の剣が偵察や死骸掃討のための拠点があると聞いている。もうちょっと先行ってみようぜ。王の剣なんていなかったぞ。さてどうする。ちょっと不発だけど当てたい。不発なんだよな。とプロンプトがカエルになってしまった。そうだ、キャラクター、プロンプトカエルじゃない、大丈夫。ちょっとこのプロンプトのね、射撃はね、FPS 操作とかとは全然違うからね、ちょっと違和感がある。違う。当たんない。あ、空っぽ。こんな感じじゃなかったな。俺らもまだまだやりゃできんな。おっさん臭いこと言ってんな。いやいや、男はこれからでしょう。だな。地下、お？メイクポスター。あ、広い。地下めっちゃ広くなってる。俺たちの故郷をめちゃくちゃに仕上がってる。大丈夫だ。全部終わったらもっといい国にしよう。やっさけ、俺と来たもんな。なんか最初のチャプター14はあっさりしてたわけでもないけど、
展開が早かったよね。これはだいぶ深く掘り下げてるのか、仲間とかも誰も出てこなかったからな、この4人以外。不発ナイスじゃねえ。意外と硬い。イグニス最強だからイグニス使おう。終わったー。あ、ダイナモゲット。マップ通路、そこら中にポスター貼ってあるな。まあ、王の剣、いわゆるレジスタンス状態か。ほら、水が。これ起き上がってきそうだけど、なんか白骨化してる。近くに生き残りがいるかもしれない。おお、急ごう。プリンがおる。これはもうね、不発使ってらんないから本物のファイヤー使おう。行くぞ。大当たり。気をつけて。邪魔だよ。あ、プリンはいまいち剣が効かないんだな。ならばプロンプト係。プロンプト頼んだ。よし。お、これもダメか。いやでも強いなこれ。終わったな。あ、行くぞ。はいよ、陛下。え、広いな地下空間。上行ける。こっちはエレメント、ロッカーがある。上限があった。だいぶ旧帝国兵が倒れてるけど、ポケットすんなよ。コルが来た。さてどうする。任せてもらうぜ。実はずっと増援が山だった。行くぞ。早く言えよ。コルちゃんといたぞ。もう本編では出てこなかったけど、チャプター14、チャプター14はおろか、オルチシエに行って以降は出てこなかったわ。どうにかな。先進む。よく戻った。待たせたな。ここでは何だ。ついてきてくれ。コルはどうしてここに。俺たちはずっと戦い続けてきた。いつかお前が王が帰る日のために。コル将軍、この先が俺たちの拠点だ。もうここしか残ってはいないがな。こっちだ。王の剣、王の剣拠点。みんな喜べ。王が帰還なされた。
陛下、よくお戻りに。陛下、王よ、この日を一日先週の思いでお待ちしておりました。我が同胞、勇敢な戦士たち、よくここまで耐えてきたな。感謝する。みんな苦労をかけた。闇が世界を覆っても俺たちの心まで覆い尽くせはしない。大切な人を失ったとしても、未来まで失ったわけではない。俺たちは未来のため最後まで戦い、失われた光を取り返す。すべては王のために。すべては王のために。物質の王が帰ってきたわ。まったかい、あったよね。やはり俺たちの王だ。王様っぽい、王様っぽい手が王様だけど、これはもう意思を変えてふざけてる場合ではないな。ちゃんと好きって言えたのか。さあどうかな。大事なもんはしっかり掴んどけよ。なくしてからじゃ遅いからな。拠点内を散策する。よし、じゃあ今回ここまでにしようか。いわゆるこのここにいる王の剣の人たち、あのマルチプレイヤーの、マルチプレイヤーとかに出てくる NPC かもしんないけど、この辺の人たちとお話ししていこう。じゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。